本当に絆の太さというか、つながりの強い業者間のジャンルの業界でございます。本当素晴らしいです。はい、皆さんこんにちは。伊賀屋の寺澤でーす。今日はですね、ちょっとした重要なお知らせというか、お得なお知らせというか、ご報告がございますので、お伝えをさせていただきます。実はですね、私長年ですね、朝が楽ちんという理由で何年か継続してきましたツイストパーマをですね、今回落とさせていただきました。というのは発表ではなくてですね、申し訳ございません。今回のですね、ご報告は、気づいていた方もいなかった方もおられるかもしれないですけれども、伊賀屋のですね、電子タバコベイプの通販サイト、ショッピングサイトで2月19日とか20日頃からカード決済として利用させていただいておりました、ペイパルが使えなくなってしまって、電子タバコベイプの販売ウェブサイトではちょっとそこからの間カード決済ができない状態になっておりました。後からのご報告になってしまいまして、皆様ご迷惑をおかけしてしまいまして大変申し訳ございませんでした。そしてですね、この度ペイパルではなく新たに電子タバコ販売 OK なカード決済会社様を通して、電子タバコベイプの販売サイトで再度ですね、カード決済がご利用できるようになりました。どん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 、パフ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 ですね。はい。ということでですね、無事に伊賀屋でもウェブページでのカード決済をクリアできましたんですけれども、これって実は結構前からベイプ業者、ベイプ業界の間では多分1年ぐらい前ですかね、ぐらいから話題になってたことなんです。逆に言いますとですね、よく今まで伊賀屋がすり抜けてきたなっていう話になってくるんですけれども、多分伊賀屋が弱小企業なんで、ペイパルさんの監視の目をですね、こうすり抜けてこられたんだと思うんですけれども、全国の有名ベイプショップさんはですね、もう1年ぐらい前からペイパル決済を使えなくなっております。はい、その情報をですね、私知っておりましたためですね、今回伊賀屋がペイパルをダメになってしまった時に、わらをもすがる思いで伊賀屋のですね、仲良しベイプショップさんである京都のですね、あの有名なベイプショップベイプワークスさんのですね、パークさんにちょっと相談させてくださいっつって電話をさせていただきました。はい。そしたらですね、パークさんやっぱり心が広いお方でありますので、いろいろなですね、事細かな情報を私にご教授いただくことができました。パークさん、その説は大変お世話になりました。ありがとうございます。パークさん、ありがとうございます。こういう危機的な大変な状況になった時に、やっぱりありがたいなぁと思うのが、こう今まで何年かのベイプイベントでお会いしたベイプ業者さんのつながりですね。同じ業界のベイプショップさんでも、ベイプ業界はですね、すごく仲がいいと言いますか、ほんと頼りになる仲間がいっぱいいます。私ども伊賀屋はですね、電子タバコベイプだけのショップではなくて、完成品フィギュアとか、プラモデル、ガンプラだったり、エアガン、モデルガン、電動ガン、ガスガン、あとはミニカー、鉄道模型、Nゲージとかですね、あらゆるホビーアイテムを扱っておるんですけれども、こんなに同業者間で仲のいいというか助け合える業界ってないと思います。はい。困った時には助け合って、情報をシェアして、電話を切る時もですね、パークさん言っておられました、頑張ってくださいねと、そういった声をいただいております。業界としてはですね、まだ浅い業界だとは思うんですけれども、本当に絆の太さというか、つながりの強い
業者間のジャンルの業界でございます。ほんと素晴らしいです。はい、ということでですね、ちょっと長めに話してしまっても雑談動画になってしまいますので、ちょっとカットさせていただいたんですけれども、今回の動画はイガヤの電子タバコベイプ通販サイト、ウェブサイト、ショッピングサイトで再度クレジットカード決済が可能になりましたというご報告の動画でございました。今後ともイガヤ人形店、ベイプショップイガヤ、よろしくお願いいたします。ということで今日はこの辺で、さよなら。